マスプロ電工株式会社は、テレビ用受信アンテナ等を製造、販売する日本の電気機器メーカーである。代表キャッチコピーは、新設、技術のマスプロ、マルチメディアのマスプロ。1953年8月に、当社の前身である、マスプロ技研工業を、創立、1955年9月に、昭和電気工業として、当社創業。 1961年7月に現社名に変更。社名の由来はマスター・オブ・プロダクションとされる。本社所在地は愛知県日清市、浅田町上の80番地。日本アンテナやデラックスアンテナなどとともに日本を代表するテレビアンテナメーカーで、日本国内のテレビアンテナはマスプロがトップシェアである。本社には当時期、浮世絵を収集した。 マスプロ美術館を併設する。東北の一部を除く、テレビジョン放送の完全デジタル化による地デジカバブル崩壊に対処し、新たな成長発展を実現するため、2011年7月29日、社長の葉山が画策していた、マネジメントバイアウトによる上場廃止の方針が、取締役会で承認され、発表された。マスプロ株を買い付ける予定の会社は、 筆頭株主である株式会社は市山で、母成立後はこの会社の完全子会社となり、その後、橋山を消滅会社とし、マスプロ電工を存続会社とする吸収合併が行われた。商品名には長い間、デジタルでなくデジタルと表記していたが、近年はデジタルを表記している。ありがとうございます。